基本 PL 学園出身監督ひっそりと全滅してしまう。中日は来季監督に井上和樹二軍監督53が就任すると発表した。立浪和義前監督は自ら退任を申し入れたと発表した。西武は来季の新監督に西口文也二軍監督52が就任することを発表した。また渡辺久信 GM 兼監督代行と松井和夫元監督が今季限りで退任することも発表した。楽天は11日今江俊明監督41が今季限りで退任することを発表した。柵奥に12球団最年少監督として就任。1年目の今季は67勝72敗4分けで4位。シーズン終盤に今季はアスト8連敗を喫し CS 進出を逃した。中日と西武は最下位やからしゃあないけど今江はきついな。年俸下から3番目くらいで交流戦優勝と A クラス争いは1年目にして早うやったんちゃう。楽天は監督変わりすぎだろ。てか選手時代すごかった言っても監督としては新入社員だろ。3年から5年は上げろよ。しかも低迷してるチームなんて1年で立て直すとか無理げすぎるわ。最後の希望は福留か。井上が鹿児島だから福留2軍監督からの次期監督はありえる。桑田も俺の次とかあるかね。平石悪くなかったのにどうして。今井が言うほどよくやってはなかったけど。清原監督まだ。三木谷が監督やれよ。マイケン監督が残ってるから。吉村巨人編成、桑田巨人2軍監督、大村ロッテ2軍監督、今岡阪神嘆きこっち。将来チャンスありそうなのここらへんか。PL 出身監督で唯一の A クラス入りの実績の平石って地味にすごかったんだな。オリックスの中川は監督やる気がするわ。PL 出身監督は現代的な一軍向きじゃなさそうではあったが、こうも無残な結末とはね。PL 出身の監督およびコーチは歴代含めて全員ダメなのがすごいな。桑田、吉村、片岡とか小花高尾はコーチとして多少有能だったかもだが、監督としては2年連続最下位の布。やっぱしごきの世界で育った人間は人の上に立つ器じゃないんかな。阪神はてっきり今岡が次の監督になると思ってたんだがな。球児が嫌いなわけじゃないけど指導者経験なしは不安でしかないわ。管理人のつぶやき、 PL 学園のユニフォームめっちゃかっこよかったんで OB が監督やコーチするのも嬉しいですが、ちょっと結果が出てないですね。宮本慎也さんとかはどこかのチームで監督やコーチやりそうですよね。松井和夫さんにもまたユニフォーム着てほしいです。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。